テイクバックランキング、あなたはどれでしょう。プロゴルファーの奥山です。本日はテイクバックランキングです。どの上げ方が一番効率がいいのか、それについてお話ししたいと思います。できればシンプルがいいのですが、どうしても癖を持っている人多いと思います。まず一つ目、軽くインサイド上げていくときに、まっすぐすぎずに少しインサイドに上がる、この上げ方が一つ目です。二つ目の上げ方、かなりインサイド、先ほどよりかなりインサイドに引いています。三つ目はアウトサイド、アウトサイドは初めから外に上がります。4つ目はまっすぐ上げるです。ボールの飛球線上に定規を置いて、それと揃うぐらいまっすぐ上げる、この4つのランキングです。ランキング発表、4位はアウトサイドです。なぜ4位かというと、アマチュアのほとんどの人がボールが捕まりません、スライスが多いんです。アウトに上げすぎると、いくら左足で引っ張ってもボールが捕まりにくいんです。僕も昔普通に上げてアウトサイドでした。かなりボールが捕まらず、トップの位置も不安定でした。第3位はかなりインサイド、このようにいきなりインサイドに上げるとトップの位置が低くなります。アウトサイドよりはボールが捕まりやすくなるのですが、このようにかなりインサイドというのはまた不安定です。何事もやりすぎはダメですね。僕もアウトサイドに上げていた癖を直そうとして、かなりインサイドに引っ張っていたら本当にインサイドになりすぎていました。これも問題なので直しましょう。第2位はまっすぐ上げるです。この動画のカメラを少し右にずらしてしまったので、まっすぐ上げるがちょうどインサイドに上げるように見えているかもしれませんが、これはまっすぐ上げた時のテイクバックになります。動画を撮影するときは手元を画面の中心にするようにしてください。このようにまっすぐ上げる人はフェードのイメージです。ストレートボールか少しフェードをイメージしてください。できるだけオンプレーンに入るようなまっすぐならまだ大丈夫です。第1位は軽くインサイドです。まずアマチュアの皆さんに経験してほしいのは、まっすぐか軽いドローを打つ、そのためには軽くインサイドに上げなくてはいけません。前傾をしています。そして体を回すと軽くインサイドに上がります。手を使って余計なことをしなければ、かなりインサイド、かなりアウトサイドに上がることは少ないでしょう。強いフェードを目指す人は、まず軽くインサイドで捕まったボールを打ってから、先ほど2位のまっすぐ上げるイメージでフェードボールを打ちましょう。軽くインサイドは左足リードをした時にも再現性が良くなります。できるだけ少ない練習で再現性のいいスイングを作っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。